よろしくお願いします。작년10월30일한국의대법원은일본의전범기업들이일제시기강제동원피해자들에게よろしくお願いします。集まられた皆さん、こんにちは。自民党にどんなことがあっても憲法を変えさせてはなりません。日本国憲法は私たちのものです。日本国憲法はみんなのものです。日本国憲法は国民とそしてアジアの人々に対する約束ではないでしょうか。草の根から一つ一つお互いに戦いを合流させ、安倍政権打倒へと力強く運動を展開しようではありませんか。この危機を乗り越えるためには国民の皆さんお一人お一人が声を上げるしかない。私はそう思っております。そして一票の力で、国民の声で政治は変えられる。ぜひとも皆さんの力で安倍政治打倒しようじゃありませんか。ですね、動員された人たちではない、徴用工ではない、あの人たちは。ありがとうございます。